はいどうも、カエル版 GTA みたいなタイトルをつけたらキャッチーですごい伸びるかなと思ったらそんなにでした。ワイワイです。はい、今回もカエルのやつやっていきたいと思います。まあアメイジングログっていうね、ゲームなんですけれども、いやでもね結構好評だったんですよ、コメントでは。いや面白い面白いと、まあこういうなんか茶番みたいなやつもね含めてやっていく方が面白いんじゃないかなんていう話もあってですね、私としてもとてもやりたいゲームの一つなんですね、このゲームが。ということで今回もスウィンドン地区にお邪魔したいと思ってるんですが、新しいことをねちょっと一個したいなと思うね。っていうか新しいことっていうかね、場所やね。まあ行ってみましょう。よし、その前にちょっと一回ねポイント貯めておきたいと思います。今結構ポイント貯まってるんですよ。よいしょ、入れた。なんかこれリセットされてるみたいでね、今2人入れましたけれども、何本まで入るのかっていうのは気になるとこなんですけどね。で私が今回言っているところはここなんです。あの右の上の方に見えるでしょうか、フロジーズスウィンドンホテルって書いた建物、この手前のやつじゃなくてね、奥側のレンガ調の建物、あの建物に入るっていうか、実は横にね駐車場入れみたいなところがあるんですよ。そこがなんかね異質な世界観だったのよ。ちょ一回行ってみましょうか。これね、なんかこっから入っていけそうで、あの左側ちょっとね、これまたね違う世界に行っちゃうんですよ。今までは部屋って感じだったやろ、そうじゃないっぽいのよね。いざ行ってみましょう。じゃあ楽しみやな。もういいってお前、もうどんだけ柔らかいねお前。はい来ました、ザ・アンダーグラウンド・シーワーって書いてますよね、なんか下にね。うん、でこれねここまで、ここまでしか見てないんですけど、なんかね部屋っていうには広すぎひん。でこっち見たんですけど、ほら結構向こうの方行けそうなんですよね。ここはここで違うことができそうってんで、でこのかぼちゃもね気になってたんですよ。これ何かなと思って、一回これも持てんのかな、これ。これ持ってみますか。あ持った。あなんか明るくなってんな、明るくなってる。あ取った。そうやな、どの顔がいいやろな。俺やっぱこれかな、これめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いねんけど、でもこれ見にくいな、すっごい青くなってるね。これ動画になった時どうなってんねん。あれ BGM は向こうで切れんのか、あこの近くやったから BGM は聞こえたんか。ちょっと見にくい、ごめん。一回こう外していい、ここになんかポスター、これ何、これ何書いてんのか見て。 Missing have you seen this frog? 何これ、このカエル見たことありますかって言ってんの、なんなんこいつ。なんか時3つ3突起あるわ、あれ3突起のカエルな、3突起のカエルをロルって書いてる、ハッハッってこと。これ笑いって意味ですよね海外では。何が面白いんやろ、ここになんかすんのかな。もしかしてこのミッシングフロッグをここに持ってこいとかそういうことかな、もしくはここに開けた。もうお前動かしにくいな、こいつなんかこの中に入ってるとかそういうことか、もしかしてっていう可能性あるな、とか言うて喋りながら今サムネイルにしようと思ったところ。何あれ、あのとこ土管あるな。これどうしよう、進んで行ってみようか。今回はまあ警官の服でね行けるとこまで行ってみましょう。あのなんか上から音なっ、ん、お、なんか行けるとこ多いな。一番奥まで行ってドン突き左行ってみる。じゃあ、あ右行き止まりやねん、広っ。これなんやねん、これどこなんや、これ見てみる。なんやこれ、なんかそこらパカ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 出てきたぞこれ。はいこれなんか出てきましたね。ほら、いっぱい出てくるわ。これちょっと何か分からへんけど、あ、ニードアモって書いてるね。弾薬か。弾薬？これは何なん？なんて書いてた？一回入ってみようか。ん？リスポーンポイント。リスポーン？どういうこと？おお！リスポーンって何？何をすん？あ？あ！銃ちゃんこれ。銃や、うわ、しかも AK や、 AK47 ってこれ有名な銃です。ん、これ何、これショットガンちゃうか、これちょっと取ってみようか。こんな、普通の銃手に入れてもらったんやけどちょっと待って、普通に警官らしくなっちゃった。あれそんなゲームやと思わへんかってんけどな。こっち行ってみようかな、この奥行ってみようか。なんか先のところはね崖みたいになってたんで、あれ行けるぞ。この崖なんなん一体。あ、ここにも武器ある。これ何の武器、これは、ああ AK か、これも AK っぽいな形は。であっちもあるけど行き止まりと、下に降りろとかそういうこと。あ
ちょっと待って、見にくいけどさ、下になんかあるな。あこにプロペラがあるってこと、上がってくれるってことか。そんなに広、あ落ちてもうた。大丈夫か。うわあ、いや落ちてもうた。お、なんか動いて、なんか動いてるぞ。なんか BGM が不穏。お、何したらいいんや。え、俺あのなんか三時探すなあかんのか。なんか歩いてるぞあいつ。なんなんこれ、何歩いてんの。あれ普通の人、ああいつお前犯罪者ちゃう。犯罪者歩いてる。あれ、ああびっくりした、ああびっくりした、なに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 、びっくりした、思わず撃ってもうたんやけど。これなんなんこいつ、な、え、いっぱい来た。あ、ゾンビがこれ、ゾンビや。はあ、え、ここ何、デッドアライジング4なってる、もしかしてここだけ。あのワイワイ実況し稀に見る伸びの低さというか反響の少なさを誇ったデッドアライジング4になってる。おやめろ、おい、お、あーなるほど、だからリスポ、うわリスポーンポイントって言ってたんか。これの場合武器とかどうなんの。あ、ないわ。あ、こう降りたらさ、さすがに武器回収させてくれるよな。それなかったら、おおおおオッケー、ナイスナイスナイス。ちょっと待って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 、一回あいつ避けて、これ取ろう。よし、あか、置いてもだ、やっぱ。よし、倒した倒した倒した、オッケー。ちょっと待って、これリロードすんのにも同じクリックやから、ほんでこれを持っといて背負って AK 使ってみようか。 AK の方が強いんちゃう。じゃあ奥に行きますよ。こうなったらね、なんかその銃の持ち方がぎこすぎるんやけどな。お、来た、お、お、何これ。え、よっしゃ、2発か、やばい、 OK、 一発やな、 OK、 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 確実に当てていこう。180発しかないから、ほんでこれ弾補充できるかどうかわからん。おいしょ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 、全然確実になってない。めっちゃおるやん、待って、これ全部倒さなあかん。あれ何、あいつなんか発光してる、あいつもしかして向こうのやつ。あーあーあーあかん、まだ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 、うわもう、はい皆さん戻ってきましたけど、ちょっとゾンビが いすぎて動き回っとかへんかって話にならへんから、こいつなんとか倒せるか。よし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 、危ない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 、一回行けるとこまで行ってみようか。行けるとこまで奥に行ってみます。できるだけ逃げま、うわあかん、やっぱ、うわうわ、ちょっと待って、立って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 、あこれやばいな、増えてくる系やこれ、やっぱ危な、オッケー、これあかんわ、相手にしてたらあかんわこれ。どっかに行かなあかんねやとは思うねんけど、そどこに行くかがわからへんから、とにかく奥に奥に行ってんねんけど、あっちは違いない、行き止まりや。あ、こっち行ってみよう、こっち行ってみよう。お、なんや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 ここ、なんやここ、やっぱなんか偉いとこ来たぞ、なにこれ、お、行き止まり、行き止まりやなこれ。危ない危ない危ない、危ない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 、立って立って立って、ちゃ、あれ戻ってきました。おお、びっくりした。じゃあお前ヘイコ君はやけど、ヘイコで銃無駄に撃つのやめてくれ。ちょっとね、戻ってきて、もうやめろって。おい、でも俺こいつ見つけてないよな、この三突起。この三突起もしかしてあれか、ここじゃなくて外におんのか。もし外の世界におってここに連れてきたらいいっていうんやったら考えられんねんけどな。か、あの下にあった骸骨みたいなやつとか、そういうの連れてこいって言ってんのかな。いやでも連れてこれんのかな。まぁ、ちょっとここにこれいっぱい張り紙してあるからね、外の世界見に行ってみるわ。何やこれ、っていうかまた別の話になんねやけど、あれ行きたいよな。あれって行くもんじゃないんかな、あっちにもあんねやけどな。上に登るんじゃなくて、あれ観賞用なんかにしてもさ、例えば向こうとかさ、上登れそうなんやな、なんとかして。今回ちょっと上登って行ってみるか。よし、まずはあっちの建物行ってみようか。逃げ、よし、いいぞ、これ行ったんじゃない。うわー、え、なんかおった。全然違うとこ来たんやけど。あー、みょーんって言った。なにこいつ、なにこいつ、あれ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 、よし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 、やこれ、どんなこれ、どうして、俺こいつをどうしたらいいの、持って行っていいんか。これあなたの猫ですか、これね、これあなたの猫ですかって、違います、違うか、すいません、これあなたの猫ですか、これね、違いますか、あ、違いますか、すいません、これお前の猫か、お前の猫かちゃうか、
お前ちゃうわこれ、お前ちゃう。ババアババア、これちょっと連れてきて。よし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 、これかわいい。ちょババア、これ連れてきたからさ、売ってくれへんか。無理か無理か。なんやよいしょ、ほんとおまわりさんと一緒に探そうね。飼い主、犬のおまわりさんちゃうかったけどね。はい、あなたの子です。はい、これあなたの子ですね。お前の親どこにおるんや。おまわりさんもな、こういうことばっかりしてられへんねん。これ市民の平和も守らなあかんし、コーヒーも早く買いたいし、やらなあかんこといっぱいあるから、情報があるんやったら早く言うてほしいんやけどな。もしかしてこいつがおったところとちょっと近いところにこいつ返すとこあんのかなとか思ったりしてるんですけど、でも見た感じやっぱ返すとこってないもんな。そうやな、じゃあやっぱこいつどっかに持っていかなあかんのかな。持っていかなあかんのか、それともまあアイテムとしての使い方なんか。一回クリックしてみる。こいつやっぱクリックしても何も意味ないもんね。ちょっと高く上げるだけやもんな。ちょっとこの子がね、どこに入れたいかわからないんですよ今。まあまた取りに行くことはできるんですけどね。今日はおまわりさんよ、ここ来るから、ここほな降りな、そこまとりよんなら。と気になってたんですけどね、このトランポリンさ、あの屋根の上登れへんかなと思って。この警察署の屋根の上ね、行ってみるよ。よいしょ、あ登れた登れた。はいはい。お何やこいつ、お前何してんねんこんなとこで。あかんやろそんなとこで、お前ヘベレケだったら。おいどうすんねんこれ、何したいねんこいつを。おいよう見ろ、ほら仲間や、こうなりたいんかお前も。あこうなりたいんかってお前。あよ見たか、わかったか、悪いことしたらあかんぞお前、わかったか。よし、わかったやったい、わかったや、そこでおねんねんしとけ。なーんねこちゃんねー。おう、この警察署の上からもどっかに行けそうですね。なんか上にね、こうやってほら台風みたいな感じで出てるんですけど、これはねあんま意味ないと思うねん。どっちかって言ったらこのトランポリンやと思うんですよね。このトランポリンで行けると思うねんな、あの上に。ちょっと一回やってみようかな。タイミングかなり見計らわなあかんけど、ほらだいぶ飛べるでしょ。これで行けへんか、あっち行ってみる。あっちのとか建物行ってみようか。ほら行った。おおちょっと待って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 出られへんなった。なんかの奇跡で入ったはいいけど、だって押すとこもないし、窓ガラスからも出られへんし。お前どうすんねんまずこれ。俺まずどうしたらええねんお前これほんまに。よし、じゃあもう一回チャレンジしまーす。ゴー。これいけへんか、いける気がすんねんけどな。おっしゃいった、オッケー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 、ナイス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 。何してんねんお前ら、ここ誰の仕打ちや思てんねんお前ら。全然なってないやないかお前ら、そのダンス何見てんねんお前、教えたるわ俺が。こうや、ほら見ろ見ろ、こうや、曇り空割ってやこれがお前。分かったか、分かったらんーゴー見たか、あれが本物や。ほんでこれなんや、なんかこういうとこあるぞ。これもしかしてあれちゃうか、着替えるとこちゃうか。ちょ一回開いてみようか。開いてみます。なんでそんな色になったん、顔の色がおかしいですよね。なんかあでもちょっとおしゃれ、なんでお前上服着てんのに下半身裸やねん。これ大丈夫なんか、俺警官に見つかって大丈夫なんか。みんな大丈夫やわ、ほら入れへんもんここ。すごいやほら、なんかあれみたい、パントマイムみたいになってる。パントマイムえっていうかさ、ここなんなんこれ。これあれじゃん、まさかバウンシーキャッスル公園じゃん。あのかの有名なバウンシーキャッスル公園やんこれ。何このボール、
それなんかすんのか。あ、これアゴ入れんのか。あ、これアゴ入れられんのか、これ。こんな、ま、まず掘れへんぞ、これ。はい。こんなんめっちゃむずいやん。これ何？何書いてんの、これ。何のマークやねん。どう読み取ったらええねん、あれを。おもりなんか、あれは。おーし、入れるぞー。ゴーン！お、惜しい！惜しいぞ！あ、惜しい！入るかも！さあ、カエル選手、華麗なドリブルだ！華麗なドリブルから、ドーン！ゴーン！やったー！よし。お、めんどくさいな、これ。入らへんな、なかなか。おいしょ！あかんな。ちょっと。はは、俺を怒らせたようやな。本田入れてみせよう。じゃあほら行くぞ。ダンクシュート、カエルのダンクシュート決めてみせるぞ。よし、カエルのダンクシュート。えらいことになったんやけどな。これここか。もうおらおら、はい、横のライン大丈夫です。行きます。なんでやねん、お前さ、わかるやろ、置いたしまえ。これでどう？あかんか？これでもあかんか？あ？どうしたいねん。おい、もう俺が入ってしもたやないか。あ、すごい、なんか BGM のやつ持ち運べる。これかわいいね、BGM のやつ。なんか海外さ、お、なんか、おい、なんか、セロだったぞ。いきなり物あれやったのに、セロだったぞ。あの、なんか、肩にさ、こういうの担いでる黒人の人がいるっていうイメージあるよね。あ、これなんか大砲ある。あんた大砲入ってみようかな、じゃあ。よし、目指すわ、あの塔の上や。行くぞ、ゴー。行った。あー、全然ダメですね。あ、でもちょっと待って、ここってさ、一回来たことあるんですけどね。こっちになんかトランポリンあったよね。うん、そう、ここにトランポリンがあるから、このトランポリンからこの上目指しましょうか。おー、オッケー、いいよー。もう一回いけんちゃう？もう一回いけんちゃう？お前やったら。もう一回いけるよー。おいしょー、いった。これいったんちゃう？マジか。あ？あ、これ待って、ボタンあるぞ。見た、今一瞬みんな。ここの角に。あったよね。あれいいかも。おいしょ、オッケー、乗った。オッケー、乗れました。あ、向こうから来れたんやな。あ、これダンスの広場やもんな。了解了解。じゃあこっち、押してみますか。これウェポンボタンちゃうねんけどな。まあ押しまーす。はい。なんだ？なんかでも向こうにもさ、そういう施設みたいなやつあるよな。押しちゃうはいいけど、これ別に後々にも残ってるやろ。どっちかって言ったらこっちの方が今気になるよね。こっち行ってみようか。これここなんかあれじゃない、なんかスケボーみたいな感じで見えんねやけど。あ、これラジコン動かすんじゃない、もしかして。あれね、ここにあるやつ、これラジコンなんですよ、これ。ちょっとね、あまりにもつまらなさすぎてカットしたんですけど、このラジコンは。あの、前にもあったんですよ、一応これ。てか、もう登れないんで、もういいです、じゃあ。もういいです。おう、びっくりした。あ、これ風船潰すんか。風船、これ、何のために、何のために風船があるの。おーおーおー、いいね。あ、かなり高いの、もったいないことした俺今。こん高さやっていけたのに。行くぞ。おいしょ。いいね。ちょっと待って、これ。オッケー。来た。ん？お前なんかしてるな、さては。悪いことしてるやつやろ、お前。あ？何してんねん、お前そこで。話を伺いできるか？ん？いや、違うんすよ。ローソンでね、ATM 使おう思ったらね、横のロッピー使ってるおじいちゃんが、なんかわけわからんから言うて、店員さん呼んでさ、ATM の前がもういっぱいあって使えなかったから、ここ来たんすよ。うん、そうか。ドーン！邪魔や。オッケー。もう、なんでお前もやねん。よいしょ。オッケー。到達しました。あれ、気になんねやけどな。でも、あこ、行きにくいからな。なんしかね、こっちにほら、こう、台風があるから、これの風に乗って向こうって行け。危な。よし、行きます。ゴー。やっ。なあ、もう。あ、なんか風船手に入れました。風船手に入れてこれ上上がったりしたらさ、ちょっとなんか高く飛べるとかそういう。いや、もう風船、お前えらいとこ行って。
あ、なんかあるぞ。なんかこれトロフィー手に入れました。こんなんやろね、トロフィー。あとね、もう一個気がついたもんね。あ、この方見える、あの向こうの方、ここいらんわ。あの向こうの方になんか乗ってんねん、壁の上に。あれなんなんやろね。え、もしかしてこっから出られるってこと？これなんかね、あの前に言ったか言ってないかわからないんですけど、なんか進撃の巨人っぽくない？でもね、向こうの方にね、なんか大砲があったと思うねん、これ。このワールドというか、まあ、スウィンドン地区以外、ほら向こうの方見て、めっちゃ向こうね、丘の上みたいなところに。だあれもなんか行けんのかなとか思ったりしてんねんけど、ちょっとまあ難しいとこなんで、なんかここにもマークあるな。なんかのマークありますね。あの、カエルのなんか、カエルカルト教団みたいなやつ。まあいいわ。とにかくあっち行きましょうか。あの上ね。あー無理か。いやこれ無理やな。なんか他に方法ありそうやな。おー、なんやこれ。これなんか見たことあるぞ。この箱なんなの、何に使うんこれ。これポンって掘ったらなんかできんのかこれ。潰れる？潰れへんよな。なんかあれはあれで集めなあかんのかな。多分ね、あの今までっていうか、さっきそういやね、なんかトロフィーみたいなやつ俺下に置いたやんか、あれもコレクション要素なんちゃうかなと思ってんの。一回ちょっとね、あの前にさ SCP ポイント貯めた時に、お前すごいハイカラやな。しかし SCP ポイント貯めた時にね、わいわいちょっとあのなんかトロフィーの置いてるところみたいなのを2階に実は見つけてたんですよ。そこに持って行ってみるわ。はい、すいません、失礼します。この上やねん、上。ここにね、まあトロフィーを置くかどうかは分からへんけど、なんか若干怪しい。ほらこういうなんか校長室の前とかにこういう、おお、なやなやなや、トロフィーコンプリート。あ、やっぱりそう。え、こんなにあんの。あ、違うか、ここカミングインザフューチャーって書いてるから。何個これ、6×212個あるってこと。ほう、これも集める要素やってんね。ほら結構溜まってない？ 650 枚溜まりました、1500分のね。うん、いい感じですね。このままいけば次回か次次回には1500ポイント貯められそうですね。ちょっとじゃあトロフィー集めがてらまた上行ってみようかな。上ちょっと今度はさ左側攻めてみようかな。左側行ってみます。こっち行くやろ。でじゃあね、一旦ここら辺止まるやんか。様子を見ときたいのよね。なんかトランポリンがあったらそっちの方が行けんのよな。あ、でも上になんか双眼鏡みたいなやつあるね。っていうことはやっぱ上行けるんやな。ただこっからはちょっと、あ、ラジカセが上にありますね。いや、どっかで絶対トランポリンがあるはず。トランポリンがあったら一番行きやすいから。っていうかここにあったわ、みんな。じゃあどこ行こうかな。一旦あっち目指してみるか。俺こんな、ここからのトランポリン行けるかな、自信ないけどな。どっちかって言ったら向こう側に行きやすいと思うんだけどな。あ、向こうにもトランポリンあるね。ちょっと待って、向こうに一回行ってみていい？おいしょー。あ、待った、ここにトロフィーありますね。あとあの上にもさ、あのボックスあったよな、今ほら。あのボックスも集める要素なんかな。もしかしてトロフィーだけじゃなくて、あこに入んのってあの箱も入るのかもしれないね。じゃあ、分かりやすくというか、あっぶね、分かりやすく、あの道の真ん中の方にこれをペンと放っときましょう。 OK。 でこの続きやな、こっちからまた向こう側に、え、行けへんこれ。行けへんやん。おいよ、ほら行ってた、ほら行ってた、見たかお前、お見たかお前、おなんだ喧嘩腰なの。じゃあ行きますよ皆さん。一回あの低いところに行ってから、さらにあの上高いところ、なんかサッカーボール見えるね、あこに行こうと思うんですが、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。さあということで今回の動画いかがだったでしょうか。いやー、気になる続きやったかもしれないですけれどもね、あの先にはなんとあんなことが待ってるんですね。まあ私もやってないんですけどね。ただまあこういうね、開拓していくゲームっていうかな、結構ねやれることが多くってね、ワイワイとしてはとても楽しみなんですけれどもね。さて次回はどうなるんでしょうかと言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回もご覧ください。お疲れ様です。